はい、よいちゃん始まりました。2023ジーングフェスティバル in 大阪2日目です。今日はよう晴れましたね。昨日は天気が危うかったんですが、今日は快晴でございます。皆さん、海の方に行くのかこっちへ来るのか、気になるブース、出店者様たくさんいらっしゃいますから、回れる範囲全部回っていこうと思いますので、頑張ります。では、はい、どうも。今回ね、うろこさんとコラボさせてもらう山本ひろとです。今回ね、一押し商品これあね、カラーを今回コラボさせてもらったんですけど、本当に僕のジギングナイフをこう形にして色にしてます。魚って色が見えてる魚と色が見えない魚がいるわけですよ。その両方の魚に色の変化でスイッチを入れることができるようなカラーに仕上げてるんです。本当になんとない色なのかもわかんないんですけど、まあ、僕のこうジギングをしてきた時間を形に色にしてやってます。例えばサクラマスだったらブルーピンが効くよとか、調べた中では、グリーンが一番見えてるとか紫が一番見えてるとか、いろんなことがあるんですよ。それをなんでその魚がじゃあそれをバイトするのっていう部分で、目で食わすっていうのを形にした色になってるんです、はい、しかもタチウオ、青物、サクラマス、ケ、こういう魚の全部が見える魚見えない魚でも反応させることができるような色に仕上がってます。で、グローの配置とかにもすごくこだわってるんですよ。こっちはベタ、はい、でこっち黒に関しては前と後ろ、はい、でこっちに関しては半分で、色が見える魚見えない魚にしても次に考えることは姿を消す、ルアーの姿を消す。例えば太陽光があれば光れば見えなくなる、はい、で下に行けば、今度アピールカラーになりますよね。その辺をいろいろと考えて詰め込んであります。なるほど。魚が見えやすいから見えにくくする方法で、魚が興奮する色、魚が気づく色っていうのを全てここに集約して5色なんとかお願いして出させてもらうことになりました。すごい、はい、そうなんです。まあ、それぐらい本当に、ね、どの魚でも釣れる色になってて、本当にもうライトジギングからしっかりしたジギングまで使いこなしてもらうと、はい、色で魚のスイッチを入れるっていうのを肝やなっていうところで、そうなんですよ。そうなんですよ。わかりました。はい、ありがとうございます。はい、お願いします。はい、フィッシュアローの松本と言います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、はい、今回の一押しの商品を教えてください。はい、はい、今回の一押しは、はい、ウロコさんとフィッシュアローのコラボのコロジグブレードっていう商品に、はい、なっています。まあ、ブレードジグで、はい、鉛タイプのちょっと小粒な感じの、はいはいはい、ブレードジグになっています、はい、小粒でも結構ファットボディですね。そうですね、鉛でできてるんで、はいはい、ちょっとファット気味なんですけれども、はい、シルエットはちょっとちっちゃめにということで、はい、もういかにも釣れそうですね。そうですね、釣れそうですね。で、まあ、パッケージもね、ウロコさん独自のっていうか、まあ、可愛い感じで、今年出た新製品なんですけれども、はい、大阪湾ではすごいよく釣れるっていうので、はい、すごい人気のある、一応まあ 30g、40g、50g、60g っていうラインナップでやっております。もう一番使いやすいところですね。そうですね、はい、はい、で一応まあと、まあ、重たいところも今ちょっとテストしてるところで、こういうちょっと 120g とか、はいはい、深いところ用もやってるので、まあ、これは来年2024年に、はい、出すようにテストします。なるほど、はい、深いのも面白いですね。そうですね、やっぱりブレードっていうのは魚ね、そうですね、引きつけるんで、はい、根魚にもいいですよね。そうですね、これはね、はい、もうよく釣れると思います。わ、ね、はい、かりました、ありがとうございます、はいはい、ありがとうございます。サンラインスタッフの木船と言います。ジギング大好き、頑張っておりますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ今回のおすすめ商品を、はい、お願いします、はい、この春に発売したインフィニティブという P になります、はいはい、でこちらですね、ハイグレード原子、うちの中でも最上位機種の P の原子を使用しております。でこちらの特徴としてですね、はい、対衝撃性に特化した P になっておりまして、急なヒラマサの突っ込みだとか、そういったのに耐える仕様の P になっております、はい、なるほど、なるほど。でさらにですね、 PSP コーティングっていうのをしておりまして、はいはい、初期性能を持続させる、はい、コーティングを施しております。なので色落ちとか
手羽立ちとか、そういったのを、なるべく起きないような形で粛清の維持した状態で使い続けることができますので、ぜひ皆さんあの手に取っていただければと思います。なるほど、はい、毛羽立ち気になりますもんね。やっぱり毛羽立ち、幼稚、そのあたり皆さん、やっぱりあの劣化してるなっていうのを感じると思いますので、そうですね、はい、その辺を感じにくくさせていただいてますし、あの実際に強度も長持ちするようになっています。はい、いうことは普通よりもちょっと寿命が長いんですかね。はい、あの長くなります。あ、いいですね。はい、はいはい、少し値段はあの若干あの高くなる、まあ、性能を買うわけですからね。はい、はい、大丈夫と思います。はい、わかりました。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。アレスの営業部、増下と申します。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ今回の目玉商品を教えてください。はい、今回はですね、はい、スピネギ専用ジグ。あ、スピネギ、まだねちょっとあまりね聞いたことないのかなっていう方もいらっしゃると思うんですけど、はいはい、メインの地域は、まあ、山陰地方、はい、なんで鳥取、島根、はい、まあ、山口あたりの、ね、山口まで、はいはい、であのスピニングで根魚を狙いましょうというような、はいはいはい、ネギングとかネギング、ね、はい、聞いたことあるかなと思うんですけど、そこに特化したようなジグというところをあのこの秋に発売しました。コンセプトとしては根魚を狙う、はい、そうですね、根魚というところで、はい、まあ、ショートタイプのジグ、できるだけ小さい方があの魚も食ってきやすいのでっていうところのサイズ感と、はい、あとはこのピンクもそうなんですけど、はい、全部にグローが入ってますので、なるほどなるほど、あの根魚はグローがあった方が食いやすい時が多いので、あの全部のタイプにグロー、はい、はい、入れてます、はい、っていうところがあの、まあ、根魚やるってなっても、まあ、これはグロー入ってるのかなとか、このジグどうなんだろうとか、あのいろいろ迷われる方たくさんいらっしゃると思うので、それならちょっともう分かりやすいように全部グロー入れましょうというところで、あの新しく作ってみます。なるほど、はい、あのスピニングというコンセプトは、はい、まあ、そうですね、ちょっとねキャストを入れるんですよ。あ、なるほどね、はい、でキャストを入れて斜めにこう、はい、探っていくようなところなので、はい、土手側をイメージしてもいいんですかね。あ、まあ、そうですね、はい、でもちろん根魚もそうなんですけど、はい、あの全然上まで上げてもらうと、あの青物も全然しっかり釣れているようなジグになりますんで、はいはいはい、あのぜひちょっとお使いいただければ、時期的に船で出れない時も今からはちょっとあるかもしれません。そうなんですが、まあ、ただ、はい、私たちとしましては日本海だけじゃなくて、はい、例えば昨日もお客さんも来られてて瀬戸内で同じような釣り方、はいはい、あのこれでやったよっていう方も結構いろんな魚種釣れたりしたので、釣り自体はいろんな場所でできると思っておりますの で、 そうです、ね、はい、日本海だけじゃなくて、はい、瀬戸内、九州の方でもぜひ、はい、できればなと。なるほどね、スピネギぜひちょっとで全部グローを入れてね、はい、重さの展開としては、はい、ですね、はい、90g、120g、150g、180まで使いやすいところですね。そうなんですよ、4機種、はい、あのございます、はい、っていうところと、あとはねフックもそれですね、聞いたかと、はいと、はい、いうところで、まあ、下からの食い上げっていうところがあるので、まあ、フロントと、まあ、アシスト、はい、どちらもつけていただければありがたいなと思っておりまして、はいはい、まあ、サイズが、10と、はい、20、はい、でそれがダブルの方は1センチ、2センチ、3センチと炎の展開と、はい、あとシングルに関しては10と20の1センチ、2センチがあるんですけど、まあ、ここら辺だと、まあ、フロント少し長くして後ろしっかり短くして、あの絡まないようにというところを、ね、あの各々のあの個人個人で合わせやすいようにサイズ展開をちょっと多めに。このサイズいいですね、1,2,3 のね。ああ、そうなんです、ありがたいですね、はい、ぜひちょっとちょうどいいのね選んでいただければやりやすいかなと。軸と軸こうしてね、絡まない。そうですね、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あ、ロッソバートの西爪です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ではでは、あの、はい、おすすめの商品を。おすすめの商品なんですけど、はい、来年、はい、販売する、はい、このワープという、はい、けども普通のジグと違って、はい、少しこう曲げてます。ああ、本当ですね、はい、前のやつはもっと曲げてたんですけど、はい、あのいろんな竿でテストするとちょうどこのぐらいの感覚がっていうので、はい、もともと引っ張ってもらったらジグにこう動きやすい、さらにちょっと曲げた状態からスタートしてるんで、ああ、はい、こういう感じですぐ向くんですよね、はい、で溝を3段階にこう正面と横と組みますんで、うん、ここが凹んでるんで水を受けます、はいはい、で、はい、どっちかに傾くんですけど、うん、ここが溝になってますんで、こっちで受けたら今度は反対に抵抗がかかってっていう、ひらひらがすごい効くような、はい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 、そういうことなんですね、はいはいはい、で本来ジグってやっぱり水切れを良くして、うん、どん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 こう動かして入っていくっていうのがコンセプトなんですけど、はいはい、なかなかやっぱ魚もだんだん釣れなくなってきますんで、同じところをずっとキープできるっていうので、それでしつこくやれば、うん、
を使うっていう。なるほど、はい、言うたらそのあたりを重点的に攻めるわけですね。そうなんですよ。長通過じゃなくね、はい、極力長い時間そこに見せれるというコンセプトのもとに曲げて、はい、4面体でそのような溝が切れてるね。そうですね、いろいろこう試行錯誤ですよね、はい、いろんなメーカーさんで皆さんいろいろテストしてだんだんこうやっぱジグに慣れてきて、はいはい、でそれとまた違ったもので、はいはいはい、で元々やっぱ落ちにくいので釣りとしてだいたい 100m 未満まででかなりテストしてるんで、はい、今回はその紫外線発光の塗料で出そうかなとは思ってます。ゲームラですね、 UV 発光ですね、はいはいはい、デリバリーいつぐらいですか。春ぐらいですね。春、はい、2024春ぐらい、はい、わかりました。で重さはどのぐらいのバリエーションがあるんですか。今の段階では235っていうのからスタートしてます、はいはい、これで、まあ、の前回の時にテストの段階で、はい、九州で24キロの平政を釣れて、はい、ブリの12キロとか、はいはい、チョーカーも折り紙付きですので。なるほどなるほど、はい、ぜひ使っていただきたい。わかりました、いい商品でございますから楽しみにしております。 ありがとうございます。できるだけ早出してください。 ありがとうございます、はい、ところでその奥にある細いのは何ですか、ね。はい、これがですね、はい、これもアルバコワっていう、アルバコワ、はいはい、ビンチョウマグロっていう意味なんですけど、はい、もう最近やっぱトンジキが、はいはいはい、流行ってまして、はい、できるだけもうトンジキって言ったらもうジギングマラソンって言われてるぐらい抵抗なく長い時間投げるっていうので一番こう抜けのよく、はい、でさっき の技術でここにちょっと水を振ってこう、はい、こう同じレンジをキープしやすくはしてあるので、ロールデュアクションで例えるかなっていう、はいはい、やっぱずっとこうキープしやすいっていうので後ろに貼り付けてもらうと底物のジギングとかで輪島、うん、でアラとかもやるんですけど、そういう時にも結構使えたので、まあ、今後専用ジグで作ったんですけども、まあ、バラせ方とかで他の使い方もできる、使えるんでしたらいろいろ使える方がいいかなと。なるほど、わかりました、ありがとうございます。ありがとうございました。